こんにちは。今日は韓国伝統美術ミナを描いてみたいと思います。第1回目はボタンを貼りぼかし技法を使って描いてみたいと思います。最初に紙に塗装を引きます。市販の土佐液をお湯を入れて 2,3 倍薄めて使います。まんべんなく混ぜてください。紙に土砂を引くゆっくりやります。紙に土砂を引くと後に絵の具で塗った時ににじむことを防ぐことができます。表が乾いたら裏返しにしてもう一度塗ります。で、裏も乾いたらもう一度表にしてもう一度塗ります。下絵を描きたいと思います。カーボン紙を置いた上に原画を置きます。あとはなぞって描いてください。下にカーボン紙を置いているのでちょっと原画と違っててもそのまま描いてください。ずれちゃうと後で綺麗にならないので。あとは墨で描いてみたいと思います。なぞるように描きます。ミナの塗り方で一番多く使われているパリ色をぼかす過程なんですけれども、ぼかして絵を描くことを紹介したいと思います。まず絵の具を出します。これは最初に絵の具を混ぜて色を作った後に少し塗った後水で濡れた綺麗なふてで伸ばしながらやります。できれば紙を用意して色を確かめながらやってください。
飛ばします。水をつけた筆で軽く伸ばしていきます。先ほど土砂を引いているのでにじみが少なくて済みます。薄く薄く伸ばしていきます。ぼかしの過程も何回も繰り返してやりますので、最初は薄くやってください。今薄く塗ってますけれども、濃い色が好きな方は何回も重ねて塗れば色は濃くなりますので、それは好みで色をつけてください。これで花びらの方は完成しました。あとは葉っぱの方を塗ってみたいと思います。花びらと同じように葉っぱもパリンギ穂を用意して今から塗ってみたいと思います。まず最初に絵の具を出して混ぜてから塗ります。その後にまた水をつけた綺麗な筆で伸ばしていきます。色を変えても良いと思います。
も入れてください。いかがでしたか？それではまた次回お会いしましょう。さよなら、アンニョン。